小室良七から1929年9月2日は、日本の政治家、商人、実業家。立林貯蓄銀行、40銀行、81銀行、東海銀行各取締役、工芸モスリン監査役。属籍は、群馬県平民。立林町に生まれた、小室義之助の長男。陽名は彦次郎。家は、代々砂糖販売を営み。 彦次郎は、第三代にあたる。佐藤、小室の名は遠近に聞こえていた。ようにして全同寺住職万世お嬢につき感覚、及び嬢を学んだ。1883年12月、家督を相続し、不祖伝来の号に従事した。1886年10月、襲名して良七と改めた。1889年、新町村制が実施され、4月町会議員の選挙が、 行われた。両七は挙げられて、議員となった。以来改選ごとに、必ず当選の境を得て、連続9回在職実に40年に及んだ。1899年、1911年には、軍会議員に挙げられた。実業会にあっては1891年1月、第40国立銀行取締役に挙げられてより、同行が81銀行。 東海銀行等と組織を変更するも、引き続きその職を離れず1927年に及んだ。その他縦林貯蓄銀行、工芸モスリン会社、日清製粉会社等の重役として活躍した。住所は群馬県大羅郡縦林町。ありがとうございます。